袖があると暑いし、この日焼けのラインができちゃうのが嫌なんですよね。このエレベーターめちゃめちゃ長いです。ここから出るのが間違ってたらどうしよう。新お茶の水駅に初めて電車で降りました。駅から外へ地上へ出るのでちょっと迷子になってしまいました。ここが新お茶の水駅ですね。はい、というわけでですね、ここからですね、神田エリアに行ってパタゴニアの、神田に行きたいと思っております。前回に渋谷に行った時も見たんですけれども、このノースリーブのですね、キャプリンクールデイリーが欲しいなと思ってスターに行こうと思っているんですね。生地がねちょっと薄いので、こう汗のね吸収率みたいなのはどうかなっていうのはちょっと不安ではあるんですけれども、ちょっと相談をしながらね、見ていきたいと思います。ここどこ？やっぱりそうですよ、駅の中が結構広かったんですね。で、長いエスカレーターに登ってったんですけれども、それがね、駅の真反対に行ってました。駅から1分で着くはずがここから10分かかるってことになっていた。ああ、やっちまいました。日大の歯学部、こっちは日大の理工学部、日大が結構多いですね。でもお茶の水とか神田って言ったら明治もあるし、やっぱ大学結構多いですよね。と言っている合間に出てきた、ここの大通りに出て左に行きたい。あ、ここね、はい、ここはねよく知ってますよ。なんか大きいワンちゃんがいる。人形みたいな。こんにちは。ここを渡って、あの辺にあるはずなんですよね。ででーん、ありました。こっちいいですね、親切です。ありました。5 minutes later. はい、で参りました、お目当てのその1のこのノースリーブのキャプリンクールデイリーなんですけれども、聞いたところによると、もうあの在庫がどこのお店にもなくて7月に再入荷されますっていうところでした。 S サイズはね、まあ、ね人気商品なんですって。やっぱランニングだったりとかさするときに袖があるとやっぱ邪魔だしさ、暑いじゃないですか。みんな考えることはね同じなんですね。はい、あとね、このハイキング用にちょっと気になっていたザックの14リットルをね背負ってみたかったんですね。で、実際にね、あの背負って走ってもらったんですけれども、すごいね大きく感じました、イメージよりね。そしてね、何よりもね背負い心地がすごい良くてね、ちょっと欲しくなっちゃいました。はい、まあ他にもねいろいろとなんか今季出た、ちょっとテクニカル系の T シャツであったりとか、あとサイクリング用のね、伸び縮みのするパンツだったりとか、結構ねいいなっていうものがあってね。まあネットで見るだけじゃなくて実際にね触ってみるといろいろとこう発見があったりするのでね、あの非常にいいですね。さて、ここは、靖国通りですね。向こうの方をね
見ると東京スカイツリーが見えたりして、多分こっちに行くと新宿方面なんじゃないのかなっていうようなところです。今日もやってまいりましたファッションチェックのコーナー。帽子はいつものこのハットタイプのやつですね。結構涼しいので今の季節にちょうどぴったりなんじゃないのかなっていうところでございます。で、上に着ているのはお気に入りのこの七分丈のロンティ、胸にポケットなんてのもついていたりします。これは数年前にユニクロで買ったものですごいお気に入り、もう一回これ発売してくんないかなって思います。こうね、肘を守られていることの安心感もありながら涼しいっていうのがいいですね。時計は先日ご紹介したスンとコアでございます。結構さ大きくてこうシンボリティックな感じがしていいですよね。ブラックなのでね結構合わせやすいのでいいです。パンツはウェアハウスの1001です。サイズがね少し大きめなのでベルトをつけてちょっと緩めに腰で履いているような感じで、このここがタフッとゆとりがあるのがいいですね。で、涼しげにあとね、その分3タックぐらい上げております。シューズはお気に入りのバンズ、そんな感じでございます。いや、神田エリアは中華料理屋さんがあったりカレー屋さんがあったりコーヒー屋さんがあったり、結構飲食店がよりどり緑で、あ、美味しそうなお蕎麦屋さんがあったりとか、なんか非常にいいですね。なんかお腹が空いてきます。この一本ね裏道を歩いているんですけど、こういう街並み、ね、結構好きかも、うん、岩本町の大きな交差点まで来ました。こっち歩いていきます。岩本町にランボーイランガールっていう、まあ、トレランとかハイキングのグッズが売ってるお店がありますので、そこにねちょっと行ってみたいと思います。初めてなので行くの楽しみです。ありました。看板が立ってないけどやってるのかな。はい、見てまいりました。ネットでしか見たことのなかったようないろんなブランドのウェアが見ることができて非常に良かったです。最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。チャンネル登録まだの方はぜひよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。お、なんかコーヒーの匂いがします。そろそろねアイスのコーヒーが美味しい季節になってまいりましたね。キンキンにね冷えた店内で飲む冷たいアイスコーヒーいいですよね、うん、ちょっと喉を潤してから帰りたいと思います。